随礼氏は、中華人民共和国雲南聖徳、広氏大族沈邦族自治州に位置する研究士。ミャンマーとの国境に位置することから中面貿易の拠点として重視されており、将来的には代理と鉄道で結ばれる予定である。ケッペンの気候区分では、温帯化う気候である。気候の面では、東南アジアのタイプであり、東南アジアの他の都市と同様に雨季の前に一番、 暑くなり、平均最高気温は、摂氏30度を超える。6月から8月は、雨が一番多く、ほぼ毎日降る。東南アジアのアンティークジュエリーの一大攻撃地点となっている。五感が、英将軍愛老権を設けるなど早くから、中原の作法体制に組み込まれていた、随礼であるが、直接的な中央支配を受けるようになったのは、 中華民国時代になってからのことである。1915年に右行政委員会が設置され、1932年には随麗政治局に改編されたが、宇戸市と並存した体制であった。1950年5月、雲南地区に進駐した人民解放軍は、随麗地区に少数民族との連合政府を樹立。1952年には随麗県を設置。 1992年6月9日に研究史に昇格し、現在に至っている。クイズイ高速道路が奇襲省、湖南省、厚生省を経由し当地と甲州市を結ぶ。ありがとうございます。